ゃん。デビューチャンネルをご覧の皆さん、 SK48 チーム K2 のあかりんこと須田あかりです。どうも。はい、今回デビューさんの取材に参加させていただいたんですけど、私が若い頃というか3年4年くらい前に読ませていただいた頃は、まさか私が一人でこの読ませていただいてた本で取材をしていただくなんて思ってもなかったですし、それになんか人前で喋るのなんて苦手だったので、こうやってビデオカメラに向かって一人で喋り続けるというのをするとも夢にも思っていなかったので、本当に何だろう、やってみればできるものだと思うので、なので私こんなことできないしと思って諦めたりとかは絶対にしないでください。私でもできたんですし、きっと不可能はないので、これからも自分が正しいと思う道を進んでください。ということで、私 SK48 の須田あかりはこれからも皆さんにたくさん見ていただけるように活躍していきたいと思いますので、これからも見つけてください。頑張りましょう。あ、すいません、ちょっと忘れ物をしました。見せたいものがあります。せーの、YG、バイバーイ。